はい、皆さんこんにちは、ゼヒコです。それでは今回なんですけども、 LINE ポイント100ポイントゲット、ロッテのアイス層をお得に購入する方法ということで、今回はですね、ロッテのアイス層で LINE ポイントがもらえるキャンペーンをやっていたので、早速それについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速概要からお伝えしていこうと思うんですけども、抽選で計10万名様に LINE ポイントが当たって、総ハッピーキャンペーン、総バニラ1個購入で1回応募可能、 LINE ポイントが100ポイントが当たるということですね。で、こちらの応募の締め切りは2019年の7月の31日の17時までとなっています。応募の方法は簡単ですね。ステップ1、キャンペーンマークのついた対象商品を購入。ステップ2、対象商品側面の2次元バーコードを読み込んで専用サイトにアクセス。そしてステップ3、専用サイト内の概要箇所に対象商品内側のシリアルナンバーを入力して即抽選ということで、やり方はめちゃくちゃシンプルですね。ということで、ここから早速実践編なんですけども、まあ僕もですね、実際に層を購入してやってみました。まずこちらですね、まあ先ほどもお伝えしましたが、ここに必ずキャンペーンのマークがあるのが対象となってますので、お気をつけください。そして美味しくいただきまして、側面のバーコードを読み込みます。そしてここのシリアルナンバーを控えて、専用画面で入力して抽選するをタップ。そしたら結果はじゃんということで、見事に当たりました。もうこれ普通に嬉しいですね。まああとですね、この LINE ポイントも即反映されるので、またそこもさらに嬉しいですね。ちなみに今回は LINE ペイのローソンの100円引きのクーポンがまだ残ってたので、まあかなりお得に購入できたような気がします。ということで、ざっとまとめですけども、抽選で10万名様に当たるということですね。まあ抽選なので、もしかしたら当たらない場合もあるということなので、ここはお気をつけください。そして100ポイントが当たる。で、2019年の7月31日の17時までで、1個購入で1回までとなってます。で、あとはキャンペーンのラベルがあるか必ず確認してください。やっぱり場所によってはまだこれが売られてなかったりとか、対象外の商品が販売されたりすることもあるので、ここはお気をつけください。ということで、今回は層のキャンペーンの紹介でした。まあ暑い季節が続くと思うので、ぜひアイスを購入した際はこのキャンペーンをやってみるのもいいのではないのかなということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。